マグネティックピックアップの構造図上、シングルコイル方式か、ハムバッキング方式ピックアップとは、電気信号を生じさせる装置のこと。楽器のボディや弦などの振動を、それに応じたアナログの電気信号に変換する装置。ピックアップで得られた電気信号は、多くはボリュームやトーンコントローラーなどを経由した後、アンプやチューナーなどに送られる。なお、楽器に取り付けるものでも、楽器自体の振動は検出せずに、空気の振動を検出するものは、コンタクトマイクロフォンなどと呼ばれ、区別される。ピエゾピックアップの装着例構造別に、いくつかに分類できる。永久磁石の周りに電線を巻きつけ、それによって、コイルとし、楽器に使われている金属の振動を、電磁誘導による誘導電流に変換するもの。エレクトリックギターや、エレクトリックベースなど、弦に、透磁率が高い素材を使用する、弦楽器の弦に隣接させて、コイルに時速密度変化を生じさせるが、近づけすぎると磁力が弦の振動に、負のスティフネスを作用させ、出力音のうなりが強くなる。また、弦振動の減衰を早めるのでサスティンは乏しくなる。弦楽器以外では、ハモンドオルガンの発音原理にも用いられる。弦振動をそのままハイインピーダンスで電気信号に変換出力するパッシブピックアップと楽器本体に電源が必要なローインピーダンスのアクティブピックアップが存在する。シングルコイルやハムバッキングが代表的な構造でそれらをいろいろな組み合わせで使うことも多い。使われる磁石としてはアルニコ磁石、フェライト磁石が一般的。圧電素子を用いて楽器の一部の振動を圧電効果として検出するもの。金属部分がない楽器にも使えることや、マグネティックピックアップより小さく軽くしやすいことなどから、チューナーにもよく使われている。楽器に設計段階から組み込んで使う場合は、弦楽器ならコマの元、打楽器なら打面の近くなどのように音響的に重要な位置に埋め込まれることがほとんどである。シングルコイル2基のレイアウトシングルコイル2基とダブルコイル1基の SSH レイアウトシングルコイル4基のレイアウトシングルコイル3基のレイアウトチューニング用ではそれほど重大な問題にはなりにくいが演奏用としてのピックアップの構造や設置場所は音質や音量に大きな変化をもたらすため交換や改造を行う奏者も多い。特にエレクトリックギターやエレクトリックベースにおいては楽器本体は扱わずに交換用のピックアップだけを製造、販売する業者もある。ギターなどに組み込む場合、エレアコでは1基、エレクトリックギターやエレクトリックベースでは3基程度までが一般的である。同じ機種であっても搭載基数が異なっているバリエーションが存在するものもある。設置場所はマグネティックピックアップではボディトップに穴を貫通させるか、溝を掘り、その中にピックアップ本体と配線を仕込む。貫通させない場合は、溝に配線用の小穴を開けて配線を通す。そのため、よりサイズの大きなピックアップに交換したり、増設する場合にはボディに穴を開ける必要があり、開けた以上は完全に元に戻すのは不可能である。複数設置する場合は、それぞれ同一かほぼ同じものを設置する場合と、主に音質の多彩さを求めて、あえて異なる種類を取り付ける場合がある。同じものを使った場合、一般的にはネックに近くなるほど甘く角の立たない、トーンにネックから遠ざかるほどシャープで、歯切れが良いトーンになりやすい。設置位置により、ネックに近い方をフロント、遠い方をリアと呼ぶことが多いが、ネック側をリズム、ブリッジ側をトレブルなどと呼ぶものもある。マグネティックピックアップを3基設置する場合は3基目をその中間に設置し、センターやミドルなどと呼ぶのが一般的。4基以上設置することはあまりなく、そのため一般的な呼称は定まっていない。マグネティックピックアップとピエゾピックアップを混在させる場合、設置場所に対する設計思想が両者で大きく違うことが多いため、すべてを設置場所だけで統一した呼称を与えることはあまりない。複数使用している場合、どのピックアップの音を出力させるかはいろいろな方法が考えられる。マグネティックピックアップの場合、どのピックアップが有効になっているか調べる方法としては、アンプに接続した状態で、鉄製の針やドライバーをピックアップのポールピースにくっつけて音がすれば有効であると判断できる。それぞれのピックアップからのボリューム、トーンはコントロールノブで調整する。別個に調整できるもの、合わせて調整するものが存在する。基本的な仕組みは抵抗であり、ピックアップと配線でつなげてある。ノブを回した際にガリ、ザワというノイズが生じる現象をガリノイズと呼ばれる。ギブソン SG、エピフォンカジノなど電圧の高い状態の時は要注意。ありがとうございます。